火力燃料費がまあ最大の論点ではあったんだけど、今までの議論でですね、トップランナー査定を行うという点については、これは北電と同じ。ただし関電さんから再三問題のご指摘があったように、年長制度とのダブルカウントになってもらっては困るというのは、これは全くその通りなので、ここを詳細にどのように書くかはちょっとこれは事務局に工夫していただかなきゃいけないけども、それがダブルカウントにならないようにしつつ、まあ、トップランナー方式というのが、まあ、我々のこの間での荒々の見解であったというふうに思いますが、そのように認識してよろしくございますかな。それとなんか後でまとめると言ってまとめちゃってんだけども購入販売電力量の他社短期調達については、原案というかエネ調の案は何ページだったっけ。48ページ。これは一つの考え方だけど、まあ多分あれですよね、一番下の行の丸2の、まあ、いわば実績主義で行くかどうかっていうなことが、まあ議論の中心論点なんじゃないかと思うんですけどね。何か実績主義化について議論してくださいという意味じゃないけども、何かご意見があったらちょっと受けたまわりたい、受けたまわっておきたいなと思うんですけど、どうでしょう。実績主義で行くってことはトップランナーと同じで報告徴収かけるってことですか。はい、実績を踏まえる必要がありますので、実際に他の電力会社に対して同じく報告徴収をさせていただいてデータを取るということになろうかと思います。いや、実績主義ということで調査をしてということは理解できますけど、その丸一に書いている一定の削減率でっていうお話に関してなんですけど、これは前回そうしたんでしたっけ、北電さんの時は。しました。そうですよね、はい、だからその時のことと関係しませんかということをちょっと聞きたかったんです。コンシステンシーというか一貫しないことになりはせぬかという、そういうお考え。はい、わかりました。はい、他社調達を調べて、そのようなコストで、やるべしっていう方が、まあ、今までの他のところ他の項目のとのコンシステンシーっていうことからすると、考えられると思います。ただですね、これでもし本当にちらりとトップランナーっていう言葉をおっしゃったんですが、これは報告徴収って意味だけでおっしゃったんですよね。でこれ調達でトップランナーまでやるとちょっとあまりにも現実性がなさすぎるものが出てくるかもしれない。非常に小規模 でなおかつ本当にこの隣のっていうかそこに立地している人にしか渡せないとかっていう特殊なものを拾っちゃうっていうことをするとちょっとリアリティがなさすぎるので、さすがに一番低いやつっていうのはやりすぎだと思います。ただ、他社の価格を考慮して、査定するということは、他のところとのコンシステンシーから考えても十分選択肢になると思います。すいません、はい、先ほども申し上げてますけど、今回の短期調達でその前回の織り込みに比べて84億キロワットはこれはもう原子力発電所の1基分相当分ぐらい増えてますんで、そのいろいろ他社さんの報告徴収なり調べられるときに
例えばやっぱりその5億キロワットアワーの調達価格とですね、で本当に84億キロワットアワーが調達できるのかという観点も含めてですね、ぜひご議論賜れと思います。それは誠に正論ではないでしょうか。その通りだと思います。まあ、その誠に正論とか 5億というのは今の数字がいいかどうかの問題ではなくて、松村先生がおっしゃったように、まあ、他社の実績を参考にするという程度のことしか、まあ、ここでは書けないかなという気がいたします。すみません、私どうぞ。私はそう思いますよ。やっぱり、うん、規模が随分違うのね、比較と。まあ、その規模が違うっていうのはまあ確かに考える必要はあるとは思うんですが、しかしまあ一応連携線でつながってるわけですよね。だから売る方からしてみれば、なんでわざわざそれって、いやたくさん買ってくれるって言ったって、とにかく自分が1000発電するものを売るっていうようなことを考えるときにですね、なんで小さな調達しかしないところは必然的に低くなって、大きな調達をするところは必然的に高くなってって、こう考えなければいけないのか。で、量っていうのを考えるときに、関連さんが調達する時期と他社が調達する時期が全く違うとかっていう、そういうことがあるんなら、それは確かにそうかもしれない。その特定の時期に必要で、それで大量に集めなければいけないからすごく高騰しちゃったっていうことあるかもしれないけど、同じ時期だったとすれば、それっておっしゃるほど自明なことではないと思うんですけど。そのつもりですよ。だけど同じ時期であるか違う時期であるか、それは分からないし、それからもう一つはマーケット、それはね、一応経済学者なのでマーケット信じるんだけれども、どこまでマーケットがね完璧に動くかっていうことだと思う。今の松村先生のお話は一番 最初にあったけど、これ連携性の制約がないっていう前提でものを見ないと話が全然変わってきちゃうので、まあ、当たり前のことですけども、連携性の制約の有無っていうことを感情に入れた上で他社の実績を見て、それを参考にすると。参考にする場合、その、まあ、市場の不完全性ってことも考えに入れて、得意な値を取らないようにするっていうのも、まあ、これは一般論としては一応当然のことなんでしょうね。はい、他にいかがですか。さっきの年長への組入れですが、これはまあちょっとここの委員会で議論できるだけの、まあ、余裕というか能力というかがないもので、ちょっと難しいと私も思います。それでそうすると結局トレンドとしてどの範囲 その時間を再録するかってことになるんだけど、まあこれも別に根拠があってのことじゃないが、まあ、3ヶ月6ヶ月1年ぐらいしか、まあ、候補として考えることはできない。でそこでですね、まあ、確かにその反転のリスクを考えて1年取ってほしいっていうのも、まあ、分からなくはないんだけど、確かにあれですよね、市場が下落しているトレンドを追うっていうことになると、やはりまあ三月取るか、後ろ向き三月取るか、6ヶ月取るかというくらいの選択肢かなという気がするんですが、どうですか松村先生。いや、3ヶ月6ヶ月1年って言われちゃうと、それは間を取って6ヶ月にしましょうなんていうことをすると、どう考えたって急落する前のところ取っちゃう。私はまあ1ヶ月か3ヶ月か4ヶ月かっていうのは、まあ、せいぜいそれだ。どう考えてもこの急落のところを捉えるんだとすると、3ヶ月よりも先取るっていうのは、まあっていうか、まあ目いっぱい長く取って、そんなもんなんじゃないでしょうか。まあ、こんなこと言っちゃうんだけど、これってまあ最後になるとやっぱある程度出来上がりの数字も考えなきゃいけないんで、じゃあ今松村先生がおっしゃったように、まあ3ヶ月をまあ仮に第一選択とするとしても、まあそれ以外のもうちょっと長い6ヶ月ぐらいまでのその線を考えてみて、まあ現実的に落ち着きのいいところをまあ事務局でちょっと精査していただくしかないですな。ここで何ヶ月とか言ってみたって決着のつく問題じゃないから。はい、ちょっとデータを整理させていただきます。はいはいはい、後で、ね、戻っていただいて全然構いません。あと残りちょっと、とりあえずやりましょう。もうだいぶ時間もおっしゃってるし。
あ、どうぞどうぞ。おそらく今のお話だとやっぱりその調査をするというお話ですよね。それってあの、全社長です。全事業者の価格をするのか、なんかそこら辺ちょっとよく分からなくて、誰を調査するのかっていうのが。それもまあ含めて事務局にやってもらうしかないけど、連携性の制約っていうことを考えると、まあある程度はその絞られる可能性も出てきますわな。いえ、とんでもない。三浜の1、2号機の資料4に関わることになるんですが、先ほどの説明で、三浜の1、2号機のところ の見積もりの、まあ、2機でもって総見積もり額は680億円、それから平成26年度末で549億円で、その差が131億円になるんですが、その数字とこの2番のスライドの丸三番目のその280億円の関係がちょっと僕分からないんですが、そこちょっと質問したいんです。何と280億ですか。スライド3番の三浜1、2号機の数字、総見積もり額、これ2つ足すと680億円になります。平成26年度末の残高見通しが2つ足すと549億円になります。でその差額が131億円になるわけですね。で私の理解だと、その131億円が、その今年度 の, その負担の額になると思ってたら、スライド2番の303、3つ目のものの、この280億円と数字があったので、なぜそうなるのかなというか、ちょっと分からなかったんです。ちょっと待ってください。3番の方がこれはですね、解体費の積み立てですよね、これ。はい、でしょ。はい。でスライド2の方の280億ってのは、これはまあ、ざっくり言えば現在での原子炉の母化を、他の一部ですけどね、はい、資産の額という、はい、資産額、分かりました、すみません、はい、勘違いです、はい、すみません、はい、今までの会計数だと280億全部特損に立てなきゃいけなかったのを、こうずるっと10年間ぐらいでちょろちょろっと費用化するっていう、そういう話ですよね。ああどうぞ。ま、すいません、レートメイクではなくて、まあ、お客様へのご説明の話、今回もし値上げが決まったら後ですね、やっぱりそれに対して今まで以上にですね、ちゃんと省エネの努力とかできるような新しいその何ですか、メニューは作らないとおっしゃってはいますけれども、きちんとご説明いただくという約束をしておいてください。以上です。はい、それはまあそういうことでよろしくお願いします。はい、以上は以上の取り組みでまいります。じゃあ今説明周知の点を含めまして、レートメイクについては、まあ3段階それぞれにこう同じ額を乗っけるってことになるんですが、そのこと自体については特段のご異論はなかったように私は認識しておりますので、まあここはこれでよろしいだろうという整理になろうかと思います。それから値下げの条件は、これはもう北電の時にやったのと同じことでございまして、再稼働状況に応じて値下げをしていただくわけですが、これもあれですよね、電状100条の条件、認可の条件としてつけると、こういう認識になろうと思います。それから最後の三浜の1、2号の廃炉についてですが、これについてはもう関電さんご自身がですね、
今日の資料のスライドの46で、お客様の電気料金のご負担の軽減を図るべくというふうになっておりますので、配慮によって浮いた部分についてはユーザーの負担軽減に全部回していただくという認識でよろしいかと存じますが、そういう整理でよろしゅうございますかな。さて、やっぱり残るだろうと思ったでかいのが残ってしまってですね、これからちょっとまた議論していただいて全然構わないんだけど、最初の方 の経営効率化と需要想定とそれから供給量想定メリットオーダー、この1、2、3のところなんですが、経営効率化についてはまあ一応こういうことかなと、つまり未達の部分についてはまあ今後大いに努力していただきたいので、まあ確実に実施してねということを、まあ我々としては意思表示をせざるを得ないだろうということがあります。ただまあ全体としては深掘りをしていただいてですね、まあ大変なご努力だったと思いますので、その点についての評価っていうのはやっぱりこれはこれできちんと書かなきゃいけないんじゃないかなという気がしております。まあ経営効率化の部分は、まあ、直接の査定の対象でもないので、今後未達の部分を確実に達成していただくようにご努力をいただきたいということを書くことをもって、まあ、我々の態度表明とするのが妥当ではないかなと思っております。それから需要想定については、これはあれ飯田さん書いちゃった、まあいいけども、減るんだから値段も下がるんじゃないかっていうご発言があったけど、これはまあ今までも我々の中で何度も議論してきたけど、かえって固定費の部分が乗っちまってですね、単価が上がってしまうので、まあ、需要想定については変えないというので今までずっとやってきましたので、まあ、それはそれでこれもよろしいかと思います。そこでいよいよあれですわ、用水と石炭の提言が残ったわけ。どうでしょう、どうしましょう、そろそろ決めないと。卸取引所への置き換えのご説明ちょっともう一回していただけません。散々やっただろうって、すいません、いや僕分かりが悪いから、つまり必要だというご趣旨と受けたまわったんですけど、それでいいですか。需要量というか要するにキロワットは自家電源というか、まあ、確保しなきゃいけないというのがあって、これ確実に発電できますの中で用水まで使えますで言って用水のコストは入ってますんだけど、だけどもしかしたらばそこのところは別に調達できるか分からないので、もしそうだとするとそれに対しての機械費用みたいなことを考えて、で機械費用を考えるときは、まあ、卸売の取引所なので取引所だと、だけどもこれ確実な電源とそうじゃない電源ってどういうか分からないので、そこのところ不確実性みたいなものを少し考慮してあげる必要はあると。プレミアをつけるべきだという、そういう考え、はい、分かりました。はいはいはい、ごめんなさい、今の点はですね、結局取引所価格を参照にしてプレミアムをつけて、その価格の平均値をそのまま使わないで、それよりは高い価格でしか調達できないだろうということをやるのはあれだと思うんですが、リスクのプレミアムじゃないと思います。リスクのプレミアムだということを言い出したら、リスクのある項目他にいっぱいあるわけで、それらなんで入れないのということになっちゃうわけですね。多分ですね、もうこれシミュレーションで取引所の価格でやれるところはもうすでに差し替わった後の差分が出てきているということなので、論理的に考えて取引所の価格では調達できないということはもう明らかだ。だから取引所の価格に上乗せした形でじゃないと調達ができないという考え方も正しいかも分からない。需要が増える分と考えると正しいかな、そうするとどれぐらい高くしなきゃいけないのかっていうのは、まあ、仮想の世界なんで、議論の余地はあると思います。査定額が大きく変わると思いますが、いずれにせよ一定のっていうか、名目的でない、ちゃんとした上乗せ額を乗せないとダメだと、そういうことをしちゃったと理解します。
っとさっきの反論にすると、あの他社電源で、ね、調達するやつはさっきの松村さんが言ったのだと全く考慮しなくてもいい形にならない、だって同じ価格に均衡価格に修練するから、あさっきのね電気衛星が容量が電気衛星の制約がなくて、それで、他社から調達しますっていうケース、大きいか小さいかの話ね、小さいかの話ね、それでさっきおっしゃったような形でどこからあのでも買えるような状態で、そしてそのだとするとね基本的にあの価格修練しちゃうんで何の考慮もしなくていいこと、しつこいようですが僕ボリュームのことは一切考えてません、ボリュームのことは一切考えてない、市場で均衡価格で仮に20円でついてたとしますと、でそうするとその20円では調達できないっていうことはもう明らかだと、あそれも同じ論理なんで、今のと、あ要するにねあれが他社電源を買ってくるときにでその電気衛星の制約がなかったならばね、そこで融通が起こるはずで、それはボリュームの問題ではなくて同じような価格がつくはずだってことにならない、そうですよね、そうだよね、はい、もしそうだったらば、はい、何の考慮もしなくていいってことになる、つまり今までのシミュレーションとかっていうのは用水をそういう形で運用するってことは前提となってるんですよね、今の用水の話じゃなくて、あの他社電源を買ってくる、うん、他社電源、うん、なのでまあ考慮しなくても良いから結局どうなる、いやそうじゃなくて、そういうふうに考えると考慮しなくても良くならないかっていう、でもし考慮するんだったらば、これ何を考慮する、あだからあの他社が調達をする価格を報告徴収かけてそれを考慮するって議論だったの で、うん、で もしもその理想的にそのマーケットで、ね、動くんだったらば、均衡価格をそのまま置き換えればいいじゃん、あの置けばいいじゃん、直近のということですか、平均供給曲線と重曲線が交わる、ま、になってしまうので、もしもそれが完璧に動くんだったらば何の残りもいらなく、報告徴収の義務もないらない、いらない、ごめんなさい、あのスポットの携帯と他社調達の時の携帯ってだいぶ違うわけですよね、うん、そうだけども他社調達でその完全情報が完全で他のところと一緒に競合してそういう契約がね需要と供給で決まるんだったらば同じ価格になっちゃう、いやまあ情報が完全だって定義にもよりますだから、いやだけどさっきだから市場の不確実性があるって言ったけど、いや違います違う、全く違うっていうのは当然需要とかっていうのは分かんないでしょと、分かんないから1週間契約のものとスポットで契約するものと1ヶ月契約のものと出なりの契約って全部違うでしょっていうことを言ってるだけなんですけど、それは情報が完全だったらもちろん全部同じになりますよね、もしもそれであのそれぞれ の期日によって価格が変わるんだ、それは考慮しなきゃいけない、でもそれはマーケットが違うんだよね、うん、だから別のマーケットの、いやだから別のマーケットだから、うん、だからスポットの情報があれば報告徴収いらないにはならないでしょって言ってるわけです、いやそうじゃない、スポットの情報じゃなくてあなたが言うようにここのマーケットではこういうふうになるんだっていうことであればそれぞれのセグメントにおいて価格が均衡するので全く考慮する必要ないじゃん、これはただための議論になってしまうので、あの議事録をよく読ませていただいて楽しみだなっていうはい、ありがとうございました。石炭はどうします、石炭の提携は梶川案はやっぱり当初想定 の供給電力量で考えようということです。でこのことはあの仮にそういう考え方を取るとしても、関電さんがおっしゃった3月に提携に1号機入らなきゃいけない、それから2号機については前鶴ですよ、100何日、119日かを 年度半ばあたりにやらなきゃいけないっていうことが違うということでは全然ない。それは技術的にそうだろうと、多分そうだろうと。だけどそれをその、電気料金としてユーザーに負担してもらうのは何であるかということですわな。
私の基本的な発想は今回この社会的経済的事情に帰席するという部分の中で、事故の過去の経営行動によって、今回の査定金額が変わってくるということはおかしいのではないかという基本発想はそこにあるんです、はい、ですから過去の行動がもし今回の査定金額に影響することがある、それがある程度裁量できる経営行動であった場合はそれは違うのではないかと。神谷さんはやむにやまれぬ行動だった、これ以外取りようがなかったんだとおっしゃる、まあ、そうすると、まあ、それ自身が、まあ、あの含まれるというお話はまたそれは ある程度は分かるんですけれども、うん、すいません、例えば石炭をね3年間の前の原価の平均でということであると、例えば LNG なんかはね今回ずいぶん縮めてるわけなんで、そういうところはなんか縮めてるところだけね今回の分を取って長なってる部分は3年平均というと、なんかその査定の基本的な考え方というのはあまりよく分からなくなるんですけども、すいません、多分裏切り者だって言われると思いますが、僕はもう今回の石炭のは査定しないっていうのも一つの考え、つまりもうこの関連の言い分を認めるというのもまあ一つの考えではあると思います。まず第一にですね、経営の行動の結果であるのは間違いないけれど、しかしですね、点検を先延ばしした修繕を先延ばししたのは明らかに原発の再稼働が遅れるっていうことの直接の帰結なんですよね、明らかにキロワットが足りないっていう状況で、無理して動かして、後ろ倒しにしたっていう因果関係があるのはもう間違いないと思うので、これについてはですね、そういう因果関係がないものと同じようにその3年でやった時と同じにするっていうのがいいかどうかっていうのは議論の余地はあると思います。ここはもう査定しないっていうのも理屈からしてどう考えてもおかしいとは思いません。で、まあ、さっき言ったような理由で他の会社はこれだけ頑張っているっていうのに全く査定しなくてもいいのかっていう気持ちはまああるわけですが、じゃあ何日査定するっていうのが正しいのかっていうのは確かにとても難しくて、その加減としてはもう査定しない、ここの部分は諦めるというのもまあ一つの選択肢かと思います。秋池先生どう思われます？今日の関連さんの資料を拝見してもですね、やはり限られたスペースにクレーンを置いて、だから人間の工事でね2倍人を投入すれば早くできるんだっていうタイプのものでない修理検査なんだなということを改めて感じるわけです。なので本日の議論の中でかねてより委員長もはじめいろいろな方がおっしゃっているように、この期間をですね、すごく短くするとか、あるいは時期もこうギリギリでおそらくここに決めているんだと思いますし、もう今年度の話ですからおそらく工事業者などもですね、決めなければいけないというようなあれこれを考えると、ここで言っていること自体が違うっていうことは決してないというふうに思います。で、短くする努力もですねこの3年の中にやってきましたし、あと急に技術がですねこの10ヶ月後に変わるってものでもないので、これ難しいなというのが、だからこれはこれで正しい事実として認識すべきなんだろうというふうに思います。で、じゃあ一方で全く査定をしないのかというのはですね、非常にこう理屈がないんですけれども、多少の努力の
まあ、余地をですね、まあ、お願いするみたいになっちゃうんですけれどもあの理屈があって言ってるんじゃなく、多少何かを、考えるということもあるのかなというふうに思いますが、まあ、一方で松村先生が言うように、まあ、理屈がないんじゃないかというご意見があるのも理解するところで非常に難しいんですが、まあそうですね、あんまり極端でなく努力の余地があるのかどうかをちょっと考えていただくというのもあるのかなというふうに思うところです。はい、です。検証できるのかどうかに尽きるんですけど、結局松村先生の、まあ、ボトム松村先生の案で、本当にただそのおっしゃってるようにこれ以上改善の余地が削減の余地はありませんっておっしゃっていただいていることの検証ができるのかどうか、事務局を含めてできるのかどうかわからないんですけれども、まあ、それはね、でこれ多分山内先生も同じ、先ほど同じようなことしたんです。結局これが本当に妥当な期間なのかどうかの確認が、まあ、我々少なくとも確証は持ってないというところがあるの でそれを前提に、まあ、合理的に短縮できるならその分査定し、まあ、パンパンですねというのが確認できるなら、まあ、それはやむを得ないという判断も十分あり得るというふうに思います。はい、まあ、どうぞ。工程について、まあ、院内の先生にもう少し詳細な工程をですね、お出しして余地があるかないかと見ていただくことも可能かと思いますので、もし必要でございましたらそういう資料をお出しさせていただきます。じゃあここで決めるのは諦めましょう。まず無査定案第1案、第2案3年平均当初案、その中間に例えば3月1日をもうちょっと3日まで遅れないか、あるいは119日をもうちょっと縮められないかということを検討していただくのを第3案。誠に申し訳ないが、ちょっととりあえずその案を作っていただいて、もう一回僕は平場で議論する必要はないと思います。もう論点ははっきりしていますので、ちょっと頭を冷やして皆さん私も含めて考えましょう。でそれで電話とかあるいは面談とかネットでもいいと思うので、案を見て決めませんか。どっかでは決めなきゃいけない。でももうそのどっかにしか決めようがないんだから、そんなに迷うことはないと思います。ちょっと作業していただいてもいいかな。はい、関西電力さんからも、はい、情報をいただきまして、委員、はい、の皆さんに提示をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。その他の論点について何かご発言いただくことはございませんか。うん、いいです、はい、いいですよ。いいというかその例の水力のものだとか、いわゆる電編の話。あ、電編の話、うん、どうぞどうぞ。ですよね。電編の話は、結局、水力も電編にの対象じゃないかっていう点については松村先生と同じと通り、一般的に考えればその通りかもしれないですけれども、申請は原子力プラントの再稼働に伴う、再稼働の遅延に伴うという話になっており、でそれを前提に第1回の議事録というか申請を見せたら、資料を見てたところを、でそれを前提に電編を適用していいのかどうかという議論をここの委員会で行い、まあ、いいんじゃないのという話から進んでいるということから考えると、原発の再稼働遅延に伴うことによるかよらないかが判断の基準になるはずで、それがその水力発電の計画外停止の増加とが自助努力が及ばないかどうかっていう一般的な言葉との関係ではそうかもしれないけれども、原発再稼働の遅延との因果関係がダイレクトになるとはあんまり思えないという判断から、これは法文とかいう話をされてましたけれども、今回の申請との関係ではとてもじゃないけれども社会的経済的変動に該当しないと読まざるを得ないんじゃないかなというふうに思います。
で それは再エネもそうなのかと。で先ほど議論があった、太陽光はちゃんと増やしているのにそれは認めて風力や廃棄物利用は認めない、これはおかしくないかというのは一理あるかもしれない。でそれはその、原発の再稼働の遅延と無関係だという点については一緒なんだけれども、それはその全体 その再エネの、太陽光だけはいいとこ取りして、そうじゃないのは捨てていいのかというところについての議論は、まあ、残ってるかもしれない。ただ一つの考え方としては、いやできるって言ったものは取り入れ、そうじゃないものは関係ありませんよという理屈は法律上は、まあ、法律家の頭としてはあり得ると。でそれが正しいかどうかはまた別の議論、そういうことかなと思います。ようだ自白したじゃんっていう罪を認めるって意味じゃないんですよ事故に不利益な事実を承認するってことを自白って言うんです、はい、と思うので、なんていうかな、水力については議論の余地がないんじゃないかなというふうに思っていて、で新エネについては今のところの差し引きをするかどうかだけがポイントで、残っていると整理した方が効率的というか、私もどうぞ。すいません、私は例の修繕の話の平均の話に近いところなんですけれども、もう一度ちょっと申し上げたかった趣旨なんですけども、もちろん関連さんがおやりになられた経営行動は非常に最善のことで、原発が稼働されなかったということで、これはもう十分に分かっております。これからやられる行動も関連さんとしては最善のことを行われているという大前提でございます。ただ一つですね、その本来もともと予定された修繕の行動を行われた場合にですね、もちろん、高い電源 のものから燃料を使われたりすると、まあ、もしかしたら燃料費は実績的には上がられているかもしれないと。ですから経営行動としては非常に適切な修繕の延長なんですが、基本的にその行動によってですね、消費者の要するに受益者のプライシングに関してはですね、結局その行動に以下によってプライシングが動いてしまう、受益者の負担が増えてしまうと、ないしは減ると、そこに影響することというのはですね、少しその消費者側から考えますと、その最善の行動をされたことは前提なんですが、それによって値段が動くということについて私は少し違和感を感じるということで、結局事業者利潤になるか消費者の負担になるかというところに関して、この制度 の本来の伝票の意義と合わせて考えないといけないのではないかと、そういう意味で申し上げたことです。ですから経営行動は当然なんですが、この包括失礼この料金制度の中でですね、その辺をどう考えたらいいかということでございます。総括原価という中で、分かりました。ちょっと間違ってたら どなたからでも関連さんからでも結構です。ちょっと訂正していただいて全然構わないんですが、用水についてはやはりその取引所で、まあ、仮想的にということになりますが置き換えるという操作をしてみるというのが大体ご意見の体制であったように私は認識いたしました。ただその場合考慮しなければいけないのはですね、これは関連さんがすでにおっしゃってたように、いやもう我々はメリットオーダーを考えるときにもうその織り込める取引所取引を織り込める部分はその織り込んでいるんだというそのご説明と整合するものかどうかっていうのをちょっとこれ論理的に確かめなきゃいけないなって思います。でもう一つはこれは山内先生からご指摘のあったように、さて相当量ごめんなさい相当量 そのボリュームのものを取るわけだから、そこでいうところ その取引所価格というのが一体どのように形成されるのであろうかという点についての配慮が必要であるというご指摘だったと思いますので、
この点についての留保がやはり必要ではないかなと思ったんですが、いかがでしょうか。何か、どうぞ、はい、すでに取引所のシミュレーションは織り込んでいるっていうことは私は理解していったつもりであって、これは調整するとかっていう問題ではない、つまりだから取引所の価格の平最初の案はひょっとして取引所の価格の平均値っていうので置き換えて差分を全部査定しちゃうっていうようなことをもし考えていたとすればそれは無理ですよと。だってもうそのシミュレーションでちゃんとやっているわけだからそれより高い価格でないと無理ですよっていうところですでに反映されているのではないかと思います。これからちょっと確認したいんですが、シミュレーションを確認したいんですけど、一定以上取ると価格が何パーセントか上がる、あるいは売るときには一定以上売ると価格が下がるとかっていうことは全く考慮されていなくて、その日の価格でいくらでも売れていくらでも買えるっていうそういうシミュレーションだったでしょうか。量が増えていけばですね、価格がそれに応じて一定の変動があるという前提でシミュレーションをしていただきます。はい、聞いて安心しました。だって前の時そうやったはずですから。したがって山内さんがおっしゃったようなことはすでにシミュレーションの段階で考えられておると。だから市場で買えないとかっていうようなことも一定程度はすでに織り込まれているということで、だからその差分しかもう出てきていなくて査定の対象もその差の部分のところしか出てきていないのでその部分っていうのは当然に考えられていると。ただしつこいようですが、そういう想定のもとで取引所で買えなかったっていうことを前提としているので取引所平均価格よりは上乗せはしなきゃいけないだろうと。この上乗せをどれぐらいにしますかっていうことだけが問題で、そこにはもう収束したのではないかというふうに思います。していただきましてありがとうございます。論点で水力とそれから再エネの新エネのことです。関電さんの資料の19、20スライドですが、これ自体は電編の対象ではないと私も思います。ただ太陽光の方は採用しておいてそれ以外は蹴り飛ばすってのはおかしいんじゃないかってのはこれは我々の良心の呵責の問題としては残っておりますから、これはちょっと整理をいたしましょう。それから他社購入の点ですが、これは多くの方から意見をいただいたわけじゃないけど私もやはり資金の実績値を置くということしかちょっとやりようがないんではないかなっていう気がします。いやこれは実際に取れるかどうかっていうことでは確かにその実証実験云々の話で相手のあることだからそれは何とも言えないっていうのは、それはそれで おっしゃる通りそのことしては全くおっしゃる通りなんだけど、料金の査定としてそのどうなるかわからんということを全部織り込んでしなければならないということにはどうもなりそうもないと私も思います。だから一応資金の実績というふうに置いてみるのがっていうかいいっていうよりもちょっと他にやりようがないなっていう気が私もしております。ということで一通り一応の方向性は出したと思いますが、またこれが紙にしてみるとあれなんだよな、そうだったかなっていう気がしちゃったりするもんですよね。この先の作業はどうなりますかね。いろいろなんか口頭で面倒くさいこといろいろ言っちゃったけど、はい、事務局にて整理しようといくつか の、はい、ご指示をいただきましたのでそちらをなるべく早めに整理しつつ、また先ほど申し上げましたが関西電力さんからも情報提供いただきながらその、別途委員の先生方に、ご相談をするという場面も出てくるかもしれませんのでまたよろしくお願いいたします。じゃあ特に石炭火力の提言の件はまた関電さんからもいろいろご説明、資料をいただくことにいたしましょう。とりわけね。じゃあこれぐらいにしておきましょうか今日は。
次の、はい、従いまして、そういった事務局にいただきました宿題も至急整理をいたしまして、日程の方もまた別途調整をさせていただきまして、ホームページ等で公表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。長時間にわたってお疲れ様でございました。どうもありがとうございました。